腹ペコアザラシと申します。信長の野望申請、難易度は上級、シナリオは小牧長久手の戦い、選択大名は上杉。第13回を始めさせていただきます。前回は丹羽家の大軍勢を濃尾平野にて迎え撃ち、大勝利を収めたところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。さてそれでは5部隊7部隊2万6000との試合をやっていきましょう。試合って言っちゃいましたね戦をやっていきましょう。いや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 、約5倍よ。5倍の敵相手にどうやって戦えっていうのよ。いよいよ丹羽長秀で討ち死にできないかな。クソ、できなかったか。いやー、厳しい戦いだった。全部隊撃破、2万3000倒しましたからね。いやー、厳しい戦いだった。で、これで威風発生と、よし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 。で、こちらで長島城付近まで向かいましょう。歩みを進めよ。騎乗です。帰るとしよう。1、2部隊の3部隊で4部隊。いやー、ほんとギリギリの戦いだ。長島城付近での戦いですね。5部隊か。威風弱発生。あとどっか出せる部隊は大垣城か。大垣城、長島、犬山から出していきましょう。今合戦するとまずいので、長島城まで引きましょう。ここでぶつかると3部隊5部隊もうちょっと待ちましょうかね。謙信の部隊をあんまり減らしちゃいけないから、謙信の部隊ここに下げましょう。で、あと2部隊来るのを待ちましょう。お、中川清秀。じゃあ初段ですね。もうどんどん初段しよう。うわー、もうダメだって。暴れてやるぜ。考え水路ができましたと。ちょっと考え水路もう一つ立てよう。どうぞお任せあれ。で、岩村城は灌漑水路また増築できるのでやっていきましょう。さっさと片付けてやる。で、これで合戦できると4部隊に減った。そしたら長島城からも出そう。長島城一戦出していきましょう。遅れるでないぞ。これで5部隊4部隊やっていきましょう。せめて部隊数で勝たないとな。ちょっと羽柴秀吉は倒せない。さて、秀吉4000の部隊が厳しいですね。これは右翼の火を剣士に任せていきましょう。ではスタートです。開戦。剣士で右翼を一気につきましょう。千坂さんで橋落とし。影勝、天勝さんはここで待機だな。で、柴田はこの要所ですね。これでいいでしょう。いやいやいや、厳しい戦いだよ本当に。これはいやー、この2部隊で7000もあるのは厳しいな。越後の竜の効果発動。壊滅までな、忠誠を尽くすっていうのがな、石田三成やばいよね。どうなる。
ちさかさんここまで下がりましょう。まともに当たったら勝ち目がない。そしたら橋落とし狙いましょう。あー、千なり秒弾か。速くなるんだよね、足が。逃げましょう。でいいよ、千坂さん。そして千坂さんをここまで向かわせましょう。影勝でぐるっと回って天勝さんに変わるような形にしましょう。いやー、ここタイマン勝負いい勝負してますね。ただ柴田さんの方が上かな。で千坂さんが剣心の代わりに入ってもらって、柴田隊が厳しい戦いになってる。剣心で軒口まで狙いましょう。よし、強撃入った。いやー、今回はよし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 。福島正則相手に柴田さんよく頑張った、よく頑張ったよ。はい、制圧。そして軒口破壊に向かうと、稲葉一徹どうにかしたい。はい、越後の竜の効果発動で軍神で、これで壊滅と。福島正則ただ処断したいぐらいですね。でもあんまり有能な武将を処断するとな、羽柴を倒した時が。ただ羽柴倒せるのかこのまんまで。稲葉一徹壊滅。一気に軒口を狙いましょう。よし、軒口破壊成功。これで秀吉倒した。いやー、もう喉が渇く。1200で4300、戦いとしては良かったですけどね。これで威風弱発生。よし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 、また再度奪い返しましたね。では一旦騎乗です。とりあえず一旦騎乗させないとね。でこの国衆援軍要請で丹羽長秀の部隊と戦わせましょう。この部隊もですね、援軍要請ですね。で上泉信綱も北に向かわせましょう。で松倉城からも北に向かわせましょう。とりあえずこんなところかな。まずは一旦謙信、謙信でもこのままいけるか。北までだったらいけるな。行きましょう。取り掛かろうぞ、取り掛かろうぞ。国衆率いて倒せるでしょう。戦が始まるぞ。ここまでか。はい、合戦していきましょう。まあ2部隊1部隊だから楽勝でしょうね。はい、壊滅。いやー、まあ楽勝は楽勝でしたけどね。全部隊撃破、58で倒しましたね。いやー、まさか国衆まで出すことになるとは。このまま国衆で日根野さんを倒しましょうかね。岐阜城を攻める敵はいないが、そう、登用できる。そんなことやってる場合じゃなくて、南に行きましょう。
で一旦騎乗だな。で犬山城から大垣の不破まで、で金山城からもうちょっと不破まで行きましょう。で名古屋城から鳴海城に向かいましょう。取り掛かろうぞ。素晴らしい。はいはいはい、自社建設。お、自社建設できたら嬉しいよ。取り掛かろう。ただお金貯めないといけないからな今。さっさと落としてやるぜ。あー、また庭が来る。言いたいことがある。仲介停戦したいけど同盟4ヶ月でしょ。外交親善で協調なんですよね。せめて調略乗ってくれればいいんだけどさ、貢ぎ物聞いてくれないんだよな。北条が徳川を飲み込むのを待つか。従属できないか。まだ従属はできないか。外交調停、側近で小島さん余ってるな。調停外交進めておく。小島さんやっとくか。心得まして。いっそのことね、この三条を飯田城だけになって、飯田城で徳川を従属させて、でこの三条になったらね、羽柴に対してね北条まで攻めかかってくれるでしょうかね。そうするとだいぶ楽になるはずなんですよね。今のねこのね戦いがね厳しいのはねなんとか鳴海城とか手に入れたいところですけどね。さて、それでは、まずは、ここ、南下ですね。ちょっと、今、ぶち当たってるのは、よろしくない。上泉の仏壇が973まで減ってしまったので、北に逃げましょう。で、謙信が来たと。そしたら、岩村城から出撃で、向こうは4部隊いるので、ここは舞台を沸きましょう。足を動かせ。謙信だけ。みんなついて。それとあと次はどのようにこちらに皆の者大将真田幸村で、順番が変わるってできないのか。そしたら幸村プラス動くべきか。プラスで出撃高梨隊も出していきましょう。なので4部隊でこちらも南下です。はい、合戦会やっていきましょう。4部隊。いやー、まずはここでなんとか倒さないと。滝川一馬そうね。で、それで大垣に向かうという感じですね。そしたら布陣変更でこのように、いやー細川忠興がまずいな。越後の竜発動。今こそ披露してくれようぞ。突撃は出なかったのか。一旦下がりますかね。で攻撃できるように。今こそ披露してくれようぞ。攻撃できるように。力を振るえ、共に勝ちをつかみ取ら。よし、ここで攻撃できるだろう。いいよいいよ。我が武力をな。
いいんじゃない。はい、ようやく攻撃ができた。こちらもここまで引きましょう。ご命令はよし、これでいいかな。よし、まず1部隊水野さん撤退、で雪村制圧と。そしたら雪村で細川忠興まで行きましょう。ああ高梨さんがやばい。滝川一正隊は撤退まで追い込めるか。黒田長政が出てきた。長政は軒口で釘付けにしたいので、高梨さんは下がりましょう。よし、ようやく撤退。謙信は下がりましょう。雪村がここに行けば一旦下がりましょう。細川隊がこちら来て、そしたら軒口狙いましょう。細川隊を、そうだよ、細、やばいやばい。こちらの軒口を落とせるか。強撃がかかったのはいいけど、六文銭使いたいところですね。よし、強撃が入って細川隊の方が先に撤退。ちょっとここは一気に落としにいきましょう。よし、軍師に入った。これで勝ち決定だろう。いよいよ混乱も不要ですからね。筒井さんを討ち取ってしまった。一旦休ませましょう。陣を動かすか。今さら戻っていくのかよ。まあいいでしょう、このまま六文銭食らわせればいいですね。動くべきか。軒口破壊間に合うか。間に合わないか。また絶妙なところで戻ってくな。で六文銭。よし、183のダメージ。では一旦逃げましょう。では最速で進めて六文銭と謙信がね、たまるのを待ちましょうかね。いやー、上泉信綱と高梨さんギリギリまで頑張った。高梨さんは吸収兵力減少、ちょうどいいですね。こちら3人のね、まあ六文銭貯まるまで待たなくていいかな。軍神が貯まったら一気に行きましょうかね。はい、一気に行きましょう。はい、軍神発動。これで一気に終わりですね。はい、怪物。どうせ黒田さん仲間になってくれるかな。捕らえた時にはね、なんとか1400の、いや結構ダメージ食らったな。これで威風弱発生で周囲を取ることができるって感じですね。よしよしよし、奪われたところを奪い返したと。なんたることよ。では一旦こちら逃げましょう。でこちら鳴海城なんて落ちるかな。周囲から出てきたらちょっと落とすのは無理だよな。一旦逃げましょう。
かがだったでしょうか。いやー、濃尾平野をめぐる丹羽家、そして羽柴家との争い、まあ混迷を深めておりますね。東はね、岩村城付近、そして西は長島城、大垣城付近ということでね、まあなかなか攻め手が休まらないというところでね。で、我らは最大のねネックはやっぱ兵力になっておりますね。ちょっとこのままじゃまずいのかなっていったところでございます。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。